矢田部敦と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは、マーケティングコンサルタントの矢田部敦です。皆さん今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さて卒業シーズンになってまいりましたが、はい、最近のトレンドとしてですね、袴姿で卒業式の晴れ姿を飾る女子小学生が増えてきているそうです。ね、これまではまあ小学校の卒業式といえば、まあ、着用する女子の服装といえば、まあ、ジャケットとスカートなどのフォーマルな服装が一般的だったと思うんですけれども、はい、しかしながらですね、特に最近では女の子に可愛い袴を着せてあげたいという親も多くなってきて、小学生の袴人気が高まったことによって、最近では小学生向けの袴レンタルとかセット販売もここ数年で大幅に増加しているんだそうです。小学生向けですね。はい、ただですね、中には、まあ、あの小学生で袴を着るのはあまり良くないんじゃないかなとかっていう意見もささやかれておりまして、袴姿で卒業式を受けることを禁止している学校もあるそうです。はい、で特に親としては袴が原因で親とか子供同士で競争が生まれたり、子供に自分だけ着られないという思いをさせてしまうことは避けたいところだと思うんですけれども、矢田部さん、このニュースいかがですか？はい、はい、このニュースを見て感じたことはですね、はい、やっぱり1点目は、この中にも深いマーケティングの戦略が、いろいろ絡められているなと、はい、思いまして、やっぱりですね、少子化ということで子供の数どんどんそうすると今まで、この子どもたち向けに、何か商品を販売していた業者さんとしては、はい、これ売上が下がってしまうと。でそこで考えたのが、新しい、戦略としては袴を着させたら、これは喜ぶんじゃないかと。そうするとですね、親もね、やっぱり、おじいちゃんおばあちゃんも含めてすごい、喜ぶので、そういう意味で言うと他との、高級志向にして他と差別化して、何かもっとね、新しい商品を投入できないかという企業努力が、垣間見られているのはすごくいいなと思います。そうなんですね。矢田部さんは実際にその卒業式っていうと何か思い出ってありますか？はい、印象的なこと。そうですね、最近娘の卒園式が あってですね、本当にもう感動と言いますか、はい、ここまで育ったなっていう、もうこんなに卒園式ってこう素晴らしいものなんだということを思いながら、自分の卒園式の卒業式卒園式のことですね、思い出すと全然何も覚えてない俺の何をしてたんだろうみたいな。なるほど、何を着てただろうかと思う感じですね。卒業式ってね、何でしょうね、私も正直あまり思い出がなかったというか。ないですか？ないですね。ただもう前に進めるっていうことだけを楽しみになんかやってた感じがしますね。素晴らしいですね。自分たちはそうでも、やっぱり親たちはね、はい、私たちの親はとてもこういう気持ちで見てるんだろうなと。そうですよね、はい、親になって見る卒業式もまた違いますもんね。そうですね、はい、ありがとうございます。さてこのファントレタイムは、ファンつまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。まずは今お話しいただきましたこの番組ファントレタイムのメインパーソナリティの矢田部敦さんの略歴をご紹介させていただきます。お願いします。矢田部敦さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、ファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で多業種約300社以上のコンサルティングに携わられ、現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている若い社長さんのお一人です。そしてお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園をはじめ、イクメン社長としても奮闘中でいらっしゃいます。ありがとうございます。そして私佐々木千秋は、今年の秋公開予定の映画ラストソングは主演させていただきましたほか、お芝居のお仕事はじめ、ここ市川うらら FM で愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんな二人で進めてまいりますが、今回最初のコーナーは今月のイクメンリポート。
このコーナーは先ほど略歴をご紹介させていただいた通り、世に言う IT 企業の社長様でいらっしゃる矢田部さんが、他の IT 社長の皆さんとは違い、ご結婚されておられ、子供さんもお二人、その上きちんとお二人のお嬢さんの保育園の通園など子育てもきちんとこなされていて、いわゆるイクメンとしても頑張っていらっしゃる姿を毎月リポートしていただこうというコーナーです。はい、はい、はい、ということで、はい、イクメンリポートということで、イクメンリポートですね、はい、今月私がですね、あのご紹介いただいたように、はい、娘がですね、はい、2人おりまして、6歳と3歳ですね、はい、で、まあ、上の子の方がどちらかというと活発で、はい、下の子の方がどちらかというとこうしたたかといいますか、はい、あの上手に、まあ、生きているという感じがします。で、今日はですね、はい、6歳の上の子の娘とやっている神経衰弱ですね、はい、おー、神経衰弱、はい、あのトランプでやって、まあ、あの同じ名が出ると、そうですね、はい、ペアにするやつですね、ペアにするやつですね、はい、で、まあ、神経衰弱って、まあ、子供の頃よくやって、大人になってからね、なかなかやらないと。そうですよね、はい、まさに、6歳の娘はもう神経衰弱が今大ブームで、やろうやろうってね、はい、持ってくるわけなんですけど、まあ、こっちもですね、まあ、6歳に、はい、本気を出してもなみたいなところはあるので、はい、まあ、最初こうちょっとこう何かしながら、はい、ちょこちょこやってたら、どうやら勝てないんですね、このあれって思ったんですね、娘の方が強いと、はい、で、これは結構ですね、僕は久しぶりで弱いのかなと思っていたんですけど、ママも勝てない、はい、で、おじいちゃんおばあちゃんとかみんなでね、はい、家族でやったりするんですけど、誰も勝てないみたいな、お、はい、6歳の子はですね、はい、真剣にやってるし、多分こう記憶力も新鮮なのかすごく強いんですね、これちょっと驚きまして、はい、で、まあ、娘もですね、どん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 一生懸命こう練習をして、ね、はい、やっぱ磨いていくわけですから、これはもう勝てないなということで、ただこのまま勝ち続けたら、はい、ちょっと娘は努力しなくなっちゃうと。あ、なるほど、こういうふうに簡単に大人に勝てちゃうんだ。そうですね、そうなので、これはですね、負ける経験もやっぱり必要かなと思いまして、僕ものすごく真剣に、はい、やっておりまして、はい、もう絶対絶対に勝つという気持ちでですね、はい、もう大人げないとか関係なしに、本気でやって今勝てるようになったと。あ、矢田部さんが真剣勝負ですね、で、娘が本当そうすると本当に悔しがるんですけど、そこでまたこういろいろ考えて練習してまた勝負しに来ると、うんうんうん、なので僕もそれに本気で応えると。おー、すごいですねそういう最近ちょっと真剣勝負をする相手として、あー、もう遊びじゃなくなってますもんね。遊びじゃないですね、もうこれは本当に勝負ですよね他の人から見たら、お父さんどうしたのと、なんで急にね、ちょっと目変わったかなみたいな、そうそうそう、目つき変わっちゃったかなみたいなところ出てくるかもしれませんけど、それが今のブームですね。あー、そうなんですね、でもね、こうやっぱりこう子供だからっていうのがね、どん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 これから変わっていく、うん、変わってきますねっていうのが、多分矢田部さん自身が今感じてらっしゃるところなのかなっていうふうに思うんですけれども、はい、まあ、実際ね、うん、楽しみですね。そうですね、今後もこの勝負から目が離せませんね、ね、今後も勝ち続けていかないといけないかな。はい、そうですね、頑張ってください、はい、ありがとうございますありがとうございます。以上、今月のイクメンリポートのコーナーでした。矢田部的今赤丸上昇局のコーナー、続いてのコーナーは新コーナー、矢田部的今赤丸上昇局ということで、おそらくラジオを聴きの皆さんもそうだと思うんですが、昔聴いた曲、最近流行っている曲、 CM とかドラマなどで流れている曲で、なんか気づいたらこの歌ばっかり口ずさんでるということがあるんじゃないかと思います。はい、ですのでこのコーナーは、矢田部さんがこの1ヶ月知らない間に口ずさんでいたり、思わずよく再生している楽曲についてご紹介いただくとともに、独断と偏見によるその楽曲を思わず繰り返し聴いてしまう理由について深掘りしていただきたいと思います。今回はどなたの何という楽曲でしょうか。はい、はい、本日はですね、はい、ラットウィンプさんの、はい、正解という曲なんですね。正解、はい、うん、正解という曲で、はい、これはですね、18フェスという、
はい、NHK 総合さんでもですね、こう放映されているもので、はい、18歳世代の若者たち、1000人とですね、はい、この、アーティストが一緒にですね、合唱するといいますか、そういったイベントなんですけど、はい、そこで、ラッドウィンプスさんが歌ったのがこの正解という曲なんですね。はい、実は僕これ本当に家に帰って、はい、でたまたまテレビをつけてたら、かかっていた曲なんですけど、これがですね、こうちょっとものすごく感動してしまいまして、うーん、今でも頭に、残ってるんですね。はい、はい、この正解という意味はですね、歌詞の中で、今までは答えがある問いばかりを、受けてきたよと、はい、よくあるですね、答えが正解はこれです、みたいなこう問いばかりがあったんですけど、はい、これからですね、18歳から大人になっていく中で、これからやるのは、答えがない、問いが続いていくと、正解を探していく人生が始まるんだと、はい、いう曲なんですね。はい、なのでもう答えがある問いはいらないと、自分で正解を探す、自分の作る道が正解なんだという曲でですね、はい、はい、なんか本当にこれ不意にちょっとですね、もう感動してしまいまして、確かにですね、18歳ちょうどこう大学に入る頃までですね、はい、学校に行って、で教科書で勉強して、はい、でこうテストをやって、テストに正解を書くと丸をつけてもらって、それが100点かどうか、やっていくんですけど、はい、大学に入って社会に出て一人暮らしを始めたりすると、もうなんて言うんでしょうね、こう正解がないんですよね。そうですよね、自分であれもこれも決めていかないといけないし、それによってこう辛いことがあったりね、はい、つまずいたりね、はいはい、そういった問題も出てくる中でですね、だんだんとこう自分が思う正解っていうのを探し始める時かなと、はい、おお、なるほど、そうなんです、このそうですよね、それをですね、この18フェスでは、はい、18歳の若者が泣きながら歌ってるんですね。へえ、これがですねすごく良くて、本日の新コーナーの最初の曲に選んでしまいました。ふさわしい曲ですね。いい曲なんで、はい、はい、そうですね、正解ということでいろいろなねお話今していただきましたけれども、本当にその通りだなというふうに感じました、はい、ありがとうございます、はい、以上矢田部的今赤丸上昇曲のコーナーでした。改めまして、今お聞きの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形でマーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるマーケティングについて矢田部さんにワンポイントアドバイスをしていただきます。はい、では矢田部さん、今回もお願いいたします。はい、今回のマーケティングラジオ講座では、はい、SEO 対策のお話をさせていただきます。 SEO 対策ですね、はい、はい、前回のラジオのサクセスの種でも、はい、SEO 対策というキーワード出てきたと思いますが、はい、はい、改めまして、はい、SEO 対策の意味は、サーチエンジンオプティマイゼーションの頭文字を取って、はい、SEO 対策と言います。はい、はい、サーチエンジンオプティマイゼーション、つまり検索エンジンの最適化、はい、あるキーワードで、はい、なるべく検索エンジンで上位に表示させてもらおうと、はい、そういった対策のことを SEO 対策と言います。はい、はい、でこれはですね、前回もお話した通り、はい、ものすごく実はマーケティングに影響がありまして、はい、例えばですね、あるサイトで、はい、ですね、検索順位が1位だった時と、はい、検索順位が10位だった時、はい、はい、約20倍ぐらいですね、はい、アクセスに差があると言われています。20倍、そうなんですそんなに差が出るんですね。はい、ある分析サイトによりますと、はい、そのぐらいですね、同じ1ページ目にあったとしても一番上と一番下ではそのぐらいですね、クリックされる量が違うと言われています。すごいですね、はい、またこれも驚きなんですが、はい、1位と2位、はい、1位しか変わりませんよね、1位と2位、そうですね、それでも、2倍
アクセスの数が変わると。そうなんだ。はい、あと3位と1位ですね。3位に検索順位が3位になった場合と検索順位が1位になった場合でも、はい、検索順位1位の方が3倍、3位に比べて3倍、アクセスあると言われております。はい、はい、これはですねどういうことかというと、つまり1位2位もしくは1位3位とね、はい、順位がちょっと違うだけで、うん、売上が2倍3倍変わってしまう可能性があるということなんですね。確かにそういうことになってきますよね。そういうことなんですね。アクセスがね、はい、単純にね、まあ、倍になるとそれだけね商品やサービスを見てくれる人の数が変わってきますので、はい、そのぐらい売上にも影響が出てくると。はい、はい、このぐらいこう、まあ、マーケティングにとってはとても重要な、はい、SEO 対策という概念なんですが、はい、じゃあ一体どうやったら順位を上げることができるんだろうっていう話ですね。うん、はい、これはですねこうイメージだと、はい、ちょっとなんかね、まあなんか技があって、うんうん、ちょっとちょいちょいってやると、うん、こう上がっていくという、ね、イメージされている方も多いのではないかなと思うんですが、はい、実はですねこれは本当に、まあ、努力の結晶といいますか、はい、SEO 対策の順位はですね、まあ、非常にこう、まあ、複雑にできてまして、はい、SEO 対策に影響する3つのポイントというものをお話しします。はい、はい、一つ目のポイントはですね、はい、ユーザーニーズに応えるコンテンツ記事の数と質です。ユーザーのニーズに応えるコンテンツの記事の、そうですね、コンテンツ記事の数と質、ほう、はい、ユーザーニーズに応えたコンテンツ記事がたくさんあった方がいいですし、もちろん質も高い方がいいですよと、はい、その方が、そのサイト自体が評価されて上位に表示されますよという形になります。ユーザーはい、2つ目のポイントはですね、はい、そのサイトの専門性、権威性、信頼性です。ほ、サイトの専門性、権威性、信頼性、はい、はい、つまりそのサイトがどのぐらい専門的で、どのぐらいね権威のある情報、立場からの情報なのか、はい、そして信頼できるものなのかという観点なんですが、例えばですね健康情報を、まあ発信しているサイトでしたら、はい、まあ、普通 の、まあ、あの方がやってるものよりも、例えば病院のお医者様が書いている記事の方が、はい、まあ、やっぱり権威性、信頼性高いですよねとか、うん、イメージ的にもありますしね、はい、例えばねお金のことを、お金についての知識を情報として発信しているサイトであれば、はい、まあ、やはりそれなりの資格を、税理士さんであるとか会計士さんであるとか、まあ、そういった資格を持っている人の方がやはり専門性、権威性、信頼性が高いですよねと、うん、そういったところをですね、あの検索エンジンは見ていると。あ、なるほど、なかなかですね、はい、ですね、すごいですね、はい、そして3つ目のポイント、はい、サイトへの非リンク数と口コミ数ということですね。非リンク数と口コミ数、はい、非リンク、はい、あ、何だったかな、非リンク、なんかこうリンクを貼り付けることなんですよね。はい、はい、以前もね、はい、非リンクっていうのは出てきたと思いますが、はい、非リンクの非はこうむる、はい、かぶるという感じで非リンク、つまりリンクを貼ってもらった、はい、数ということですね、うんうんうん、まあ、逆に言うとですね、あの他のサイトで紹介してくれている数と、はい、はい、考えた方がいいかもしれません。うん、つまり他のサイトで紹介をされている、はい、シェアされている、はい、ということは内容がいいからだろうというふうに検索エンジンが評価してくれる、はい、ということなんですね。例えばねこれが、まあ、あの SNS でいいねされているとかですね、はい、はい、口コミが書かれているとか、うん、こういったものもですね、第三者から見てこのサイト自体は、とてもいいサイトだと、うん、判断されているので検索順位も上位に上げますよと、すごい、はい、いう内容になっております。そうなんですね、このまあ3つのポイントというところで、うん、まあ、1つだけではなくてこう3つこう組み合わせていくとより上位に上がりやすいというところなんですかね。でやっぱりですね、どうやったらじゃあこの3つをね上げることができるのかというとですね、はい、これは本当に僕もよく聞かれることなんですけど、やはりですね、あの、まあ、ユーザーさんですね、このサイトを見てくれてる人に対して、はい、より良いコンテンツ記事をたくさん上げていくと、それもこうね一気にドンと上げるんではなくて日々、はい、日々毎日毎日コツコツと
上げていくとですね、自然と質が上がっていきます。うーん、はい、質が上がっていきますし、長くやっぱり続けていることによる信頼性であるとか、はいはい、専門性も上がってきます。それに伴って権威性もね、ついていきます。うんうんうん、そうするとですね、自然と、まあ、紹介してくれる、はい、非リンクしてくれるね、サイトも増えてきますし、視野も増えていくので、結局はですね、あの3つ揃ってくるような形になるんですね。はい、こんな感じでですね、まあまあ、SEO 対策っていうのは意外とこう簡単にできるのかなと思いきや、泥臭くて、そうですね、はい、コツコツしておりまして、はい、まあ、取り組み時間のですね積み上げとか、はい、取り組み回数の積み上げが力になってくるということになってるんですね。なるほどね。まあ本当にね、これだけインターネットとかいろんなものが発達しているけれども、うん、やっぱり人間の力って大事というか、まあ、AI とかじゃなくて、はい、自分のたちの力っていうのが、まあ、後々の結果につながってくるっていうところはやっぱり素敵なところですよね。はい、おっしゃる通りにですね、まあ、やっぱりあのそういったところがですね、まあ、評価されて、はい、まあ、人間の思いであるとか強い情熱であるとか、そういったところがですね結果的にこう、まあ、評価されていくんだよというのがギュッと詰まったのが SEO 対策。はあ、素敵。なんかこう見方また変わってきますよね。そうですね、インターネットのページ見るときもね。はい、いやー、もう各企業さんの努力の結晶なんだなというふうに今後は見ていきたいなというふうに感じております。ありがとうございます。はい、貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーをお聞きいただきまして、矢田部さんがおっしゃるマーケティングのファンイコール楽しさの一端でも分かっていただければいいかなと思っております。以上、マーケティングラジオ講座のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りしております。ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。お願いします。矢田部さん、今回はいかがでしたか。はい、マーケティングって、まあ、一見ね難しいものなのかなと思って聞かれる方も多いと思いますし、はい、僕もだんだんですねこう力が入って、うん、マーケティングのこう深い部分までお話しているんですが、はい、ぜひですね、もうもっともっと分かりやすくお伝えしていこうと思いますので、楽しんで聞いていただければなと思います。はい、私も楽しんで聞いております。ありがとうございます。そしてですね、番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見、ぜひお送りいただければと思います。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME でファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。